はい、じゃあ45歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージということで、まあいつも通り始めていこうかなと思います。今日はびっくり仰天、こんなとんでもない運転手がおったというような動画を上げとって、まあ、それに対するねコメントが来ておりまして、まあこれをちょっと読ませていただきましょうかね。まあコメント読みますね。この高野さんいう人がねちょっとコメントをくれる。昔地方に引っ越しに行った時、駐在所で家の場所を聞いてきてと助手に言ったら、まあなかなか戻ってこないと。で戻ってこないので見に行ったら指名手配犯であって捕まっていた。まあこういうとんでもない運転手がおったというの、まあこういうコメントをくれた。なかなかね、私もちょっと、まあ15年、16年、まあトラック乗っとったわけだけど、まあなかなかね、そんな、犯罪絡みの同僚とか、まあそんなすごいやつはなかなかね、もうおらへんかったんやけど、まあちょっと思い出した中で一人おったんが、まあ横乗り初日、まあ要するに勤務初日やな、その転職してね、もう半日も経たんうちに逃げ帰ったやつがおったと。いうのがあった、うん、これはどういうことかっていうと、わしが教えたわけじゃないんかやから、あんまりね詳しいことはよく知らんねんけど、天井初日仕事を教わりつつ、もう半日も経たんうちに、もしかしたらもうその教えとったやつともう馬が合わんかったいうのもあるかもわからんし、まあ仕事が合わんかったいうのもあるんかもわからへんし、会社の内情を知ってこんな会社でもやってられんって思ったんかもわからへん。もうとりあえずもう駅の近くまで乗せててくれと、わしはもう帰るんやと帰りよった。まあそんなやつがおった。まあそれはね、やっぱりどうしても仕事が合わんとか言ってもうやっぱりできひんとかいうのはあるんかもわからへんけど、それでもやっぱり1日でもおったら日当もらえるわけよ。まあその半日分の日当が出たかどうかはもう覚えてないけど、そんなもう辛抱できひん、もう根性なしがまともな運転手として務まるわけがない、あんま垂れとんねんと。まあそんなやつがおったというこっちゃな。まあ世の中にはねびっくりするようなやつがやっぱりおりますわ。一日の横乗りも我慢できない、まあこんなやつはどこ行っても務まらんやろと。まあそういうことじゃない。ほなまあみんなそんな風にならんように、まあ別に石の上に3年とは言わんけど、せめて一月ぐらいは我慢しようやいうこっちゃ。まあほんじゃまあみんな気ぃつけてお仕事頑張ってくださいということで、まあぼちぼちまたね動画も上げていきますんで、まあよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ほな皆さんよろしく、どうも。